こんにちは、デリシュキッチンです。みつかんの提供でお送りします。まずキャベツ8分の1個を千切りにしていきましょう。ボウルに移し、水を適量かけてふんわりとラップをして600ワットのレンジで1分加熱します。別のボウルにみつかん、金の粒、パキットタレ、とろ豆1パックを用意し、蓋を切り離し納豆を入れていきます。そこに蓋についているタレを加えます。パキッと折るだけで簡単にタレが入れれますよ。めんつゆ大さじ1、ごま油大さじ1/2を加え、軽く混ぜてください。そこに水気を切ったキャベツを加えます。さっくり混ぜたら完成です。夜食や食べ過ぎた日に納豆で糖質コントロール、